あれ、シャガ君どこ行った？あ、いた、いた。でも、おい、これ、あ、そっかそっか。ん？あー、すごい。クリーパーに当たっても知らなさそう。死ぬよそれ。あ、ち、え、あ、死ぬ？うん、死ぬ死ぬ。あ、気をつけるわ。え、これさ、イージーとかハードとかでさ、強さ違うの？あ、ね、変わるはず。威力が変わるはず。そうなんだ。なんかぬるいモードでしかやったことないから。死ぬよ。シャカくんが今の装備でダイヤのね。うん。で頭とかついてたんだけど、あ、エンチャントしてたんだけど、クリーパー、うん、爆発されて死んでたから。あー、死ぬねじゃ。うん、死ぬ死ぬ。近距離でハート80持ってかれる。80って10個しかないのに80持ってかれたら終わりじゃん。死ねるよ。もしかして釣り竿なくなってないの？うん、まだ大丈夫。トトさんがいない間、日本のこれからについてめちゃめちゃ話し合ったよ。まとまった話は。まとまるわけないよね。日本のこれからか。ちいなって。何が？日本のこれから。きついかな。おー、きついなって。あれ、絶対日本のこれから話してないでしょ。話したよ。本当に？内容が、うん、ないよ。あら、ちょっと、ああ、耐久弾爆発耐性、爆破耐性1の方はいらねえな。ダメ系、ダメ系3。すごい綺麗なんか。なんかすごい続いてる気がする、このシーズン。シーズン、ああ、まあエンチャントさえつけれれば続く。ああ、けど死は突然だよ。本当に。なんか割と参加してから全部短かったからさ、俺このシーズンでクリアできる気がするわって言った時に、うん、シャガ君上からクリーパー振られて死んでるから。あ、エンドラでクリア？エンドラでクリア、うん、一旦ね。なるほどね。エンドラね。エンドラで死ぬくない？エンドラで死ぬは正直ありえるかな。やっぱ対策できてないと。うん。え、だって私なんかい、なんだっけ、なんとかモードでやってたけど。30回ぐらい死んだよ。エンダーマンに殺される可能性は全然あるかな。うん、やばかったの、エンダーマン、うん、
守備からエンダーマン。え、なにエンダーマンってかぼちゃかぶったらなんかあのなんか防げるの？視界が防げるから。ああ、目が合わない。そうそう、目合わない。あ、なるほど。へえ。うん、いや、なんか黙々と食べてる音がする。いでー、うわー全然無反応じゃんなんでえ、なに今のやられそうになったの。いや、普通に予期せぬ一撃食らってびっくりしただけ。ああ、びっくりした。なんかさ、2人ともさ、はい、びっくりした時の声大きすぎて、マジ本当に死ぬのかと思う。いや、死ぬと思ってんのよこっちは。そうだ、こっちは死ぬ気でやってんのよ。か、私絶対無言だわ死ぬ時。二度とやらないっていう。そう、このなんか頑張ってさ作ったさトラップタワーとかあってさ、うん、死んだらマジでもうダメだ、やばい、やるわ。だってこれ3本目で、多分そのうちの1本は稼働もせずに死んでるからね。マジ。うん、その時も釈迦君だけどね。お宅の旦那どうなってんの本当に。なんか今いないからこの際言わせてもらうけど。俺死んだよとか言ってる。うん。あ、整地してって何クリーパー？おい聞こえてんのか。弁明してくんじゃねえよ。だからあれか、整地してたら死にそうって言ってたのか。あのね、砂漠の整地は死ねるんだよね。ああ、砂でバーって落ちてくるから。うん、そうそうそう、危ないよね、しかも危ない、めちゃめちゃ危ない。やだ、まあでも土だからまだ。もうちょっと音があれすればいいんだけど、無言すぎてやばい。まあね、ああ、交代制でご飯食べに行くの？はい、チカ君とロビン君は。え、なんすか？俺も飯食いに行くのこれ。ねえけど、ご飯食べないと。もしかして喧嘩する俺と。いや、なんかコメントで、うん、チョコ君帰ってきたら俺ウィン君もご飯食べに行くのかなって言ってるから、あ、交代制なんだと思って。喧嘩するか。私悪くない、うん、ちゃんとマウスピースつけてな。マウスピース殴り顔殴り、うん、すぎるんだけど。怖いんだよね。え？何が？クレジットカードを使うじゃない。うん。だから現金で払ってないから。ああ。それが怖いっていうのが。そう、いくらなくなってんのかわかんないじゃん、そもそも。確かにね。っていうのが表上の理由。表上の。うん。表面上のね、うん、でも本当は、うん、ウーバーイーツの運転って危ないじゃん、うん、で何回か俺引かれそうになってるから。ウーバーイーツに？そうそうそう。ああ、あのチャリもう激走するじゃん。爆走みたいな。うん、でそれが嫌いすぎて。ああ、普通にムカついてるんだ。そう、頼みたくない。爆走、ほんとチャリ走かっちゅうぐらい爆走してる。懐かしいんだけど。チャリ走しょあれ。いや、マジでスピード命みたいな感じだしね。
なんかそのスピードでかどうか知らないけど、あの、ま、前頼んだミルクティーかなんかぐちゃぐちゃで、もうめちゃくちゃになってて、そうそうそう、そういう話もよく聞くよね。でも日本語喋れない人でさ、はいはい、で笑顔で渡されて、あのサポートセンターみたいなこと言ってたから、あ、はいって言って入れてあった。出前か、出前かも強い。出前かもね、うん、見た目でちょっと判断つかない、分からん、どれが出前かなのか。だからグレー、グレー、非常にあんまり配達系好きじゃないんだ。じゃあ、いや、そういうこともないよ。ただコーナーとかを急カーブで曲がってくる自転車とかが嫌いなだけで、うん、危ないよね普通に。子供とかだったらどうすんだろうね、相手は。そう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 、私引かれたことある、子供の時自転車。危な、普通にめっちゃ怪我したけど、送ってってくれたから家まで。え、自転車で？いや、あの歩いて、あの自転車押しながら片手で、自転車で引いて自転車の後ろに乗せて、もうやっぱ最高最高じゃんとか思ってもう一回転んだら受けるやな、それ。今さ、多分食事いろいろ制限されてるじゃん、うん、おそらく。あ、私？うん、そうそうそう、うん、いっちゃん食いたいもん。なんなの？生肉。生肉？何のとかあんの？うん、ユッケ、バサシ。バサシ？バサシしか、うん、食べれないよね。あ、鳥も食べれるのか。鳥はまあまあ グレーなんじゃない？鳥刺し。あ、グレーなんだ。うん、私鳥一回当たってるから馬刺しがいい。なるほど、じゃああの時助けていただいたミキプルーンですって馬刺しになって帰ってくるかもしれない。ミキプルーンでそんなことしてくれるんだ。そう、え、てかさ、私さ、プルーンの酢、お酢、はい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 、のドリンク飲んだらすっごいまずくてさ、これミキプルーンってこれ凝縮されてんだろうなと思ったら、マジでロビン君強すぎじゃないと思う。いや、まあ俺は強いんだけどこんなまずくないよ。あ、ほんと？うん、やべえと思った。あ、このタレさ、置いといてほしい、あそこに。流しのあの中に入れないで外に。確かやはり、うん、いいよそのままで。馬刺し、あと辛いカニのやつと半ジャンケジャン。ああ、そうそう、とりあえず生もの食べたい。ああ、でもなんかエビが食べれなくなっちゃったからびっくりした。え、それは何、味的な意味で、それともアレルギー的な意味で。いや、なんかね、すごい一番好きぐらい好きだったんだけど、エビ食べ物で。おう、なんか普通にまずくて食べれなくなっちゃった。マジか。うん、はいわ。二択だな、馬刺し送るかエビ送るか。うん、エビ嫌だって言ってんのにエビ送ってくんのやばくない？完全にやばい。馬刺しね、なんかさ、馬刺し結構 さふるさと納税とかでさ、はいはい、安くさ出てるよね。あ、そうなん、うん、知らねえ。で、めっちゃ美味しそうなの。馬刺しを家で食わったことがないからちょっと怖いよね、っていうか生に家で食べるの。そうそうそう、レバーとかも生で食べたいけど食べたらいけないよね、あれ。いや、絶対ダメだよ怖いよ。怖いか、うん、いや、まあ、ダメってことないと思うけど、
危ないよね。うん。あ、鶏の生肉は宮城が清潔なだけで他はやばいって書いてる。教えてもらった。へえ、私そういうの当たらない自信めっちゃあったんだけど。当たれるくん。あ、馬のレバーならいけるんだ。へえ。馬のレバー。うまそう。馬だけにね。ファントムかと思った。いや、マジで死んだと思った、今。あ、これやったと思った。コメント見てたから。いって え、やばい、後ろ、やばい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 。死ぬんじゃない、それ。なんだ、こいつ。登ってきちゃった。ごめんな。待って、やばくない？それで刺されんの。マジでビビった。マジでビビった。本当にビビった。待って待って待って、本当にやばいよねそれ。いやマジビビったわ。こんなことあんだ、マジか。ちょっと待って、めっちゃ刺さってる。え、よく死ななかったね今。いやこれ何のおかげなん。ダメ制限今つけた4のおかげかもしれん。やば、奇跡じゃん。マジビビったわ。奇跡すぎてやばい。しかも私もうテンパりすぎてベッドで殴りに行くとやばすぎない？笑ったらコーヒーこぼれて、めっちゃこぼれた。やば。いやこれ釈迦君視点いいところ押さえてたんじゃねえかな多分。見てー、やばい、超事件。あ、そっか、こっち向いてるから配信に映ってんじゃん、うん、そう。いや、釈迦君視点の見てこれ。事件だね。え、登ってくるんだあいつ、やば。確かこう蓋つけた方がいいかも。マジ怖かった、マジ怖かったわ。絶対最初私に殴られたかぐらいの感じで行ってとか言ってなかった。いや俺目の前のスケルトンだと思ってた。ああ。ええ